こんばんは。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 まあ我々も結構動画を撮り始めて長いじゃないですか。うん。まあ結構それなりにね、いろいろやったりとかしてイベントとかもやらせてもらったりとかしまして。まあね。結構あの、うん、みんなの内情は分かってきたよ。内情。内情。でしょ。俺らの何が分かんない。ちょっと待って、仲良しやから俺ら。まあまあそうそうそう、まあ、まあ、気心知れてきたよ。もう友達と呼んでもいいんじゃないのかと我々は。呼んでくれんの？うん。嬉しい。だからだいぶ遅いな。まあまあでも、もうこの僕ですらもう彼らは友人ですからっていうぐらいにはなってるわけですよ。ありがたい。嬉しい。だから今日はこの4人のうち1人除いて3人には死んでもらおうという。なんで？なんで？やろうやろう。やりましょう。でやねん、快楽。なんで快楽やねん。まあまあまあ、友達は4人もいらんからね。うん、みんながやるなら俺もやるよ。なんでやねん。いいね。自分を持たないタイプ。いける口やねん。ちなみに皆さん、あのバックショットルーレットっていうゲームは元々になるゲームなんですけど、やってます？一回やった。やったよ。はいはいはい。課長さんが？まあ、やってないですね。簡単なゲームですこれ。大丈夫。なんでそんな二択答えの遅い。これ簡単なゲームなんで。うん、あの銃で自分を撃つか人を撃つか選ぶ、それだけです。ああもう怖い。大丈夫大丈夫大丈夫。ロシアンルーレット得意でしょ、だって。シンプル、これどういう意味？どういう意味？飲んだらやるじゃん。飲んだら。週三でやってるの、週三で。ポッて出してきてさ、ケンジ。誰も俺と一緒に。月か木でやってるやん。で命が俺と飲んだら命がけんなんねや。誰も一緒にいてくれない。俺の指はあのナイフで指の間ガガガガってやってるやつ。俺の心は休まんねん。スリル求めちゃってもう。俺の日常アウトローすぎるやろ。はい、というわけで、バックショットルーレットという、まあ、ゲームがありまして、ショットガンを使ってロシアンルーレットをやるというゲームなんですけど、まあそれの丸パクリゲー。多分あんま言わん方がいいけど丸パクリゲー。まあなんか本家絶対に売れたらあかん、こんなゲーム。やるな。ライクでもないの？一応本家もそのうち対人アップデート入るらしいんですけど、うん、まあでもあれも1対1なんですよ。その複数人でできるの多分こっち側しかないんで、ことで、僕もちょっとやったことがないから試しにやりつつという感じで言いましょう。おお。これみんな見た目一緒なんか。ああなるほどね。はいはいはい。で、最初のやつ。うん？今最初なんかマーク出てたけど分かった、どういうことか。マークなんて出てたっけ、あの拳銃のさ。出てたね。あれ、あれ大事よ。そう、あ、見てなかった、見てなかった。あ、また言いました、言います、言います。3発のうち実銃2発です。てなさん、この中には今弾が3発入ってます。うん、で、あの本当に弾が出る実弾が2発で、空砲が1発です。うんうん、が入ってて、で今あ、ピノさんターン飛ばされた。これ何もせえんかったらターン飛ばされるのかな。あ、なるほど。そうね。あ、じゃあまあまあ、この今このまま説明してもらおう。はいはいはい。で、この真ん中にある銃を、自分のターン銃を持って他人を撃つか自分を撃つかを選べます。おお、うん、で他人を撃った場合は、あの結果に関わらず次の人に銃を撃つ権利が渡ります。で、自分に向かって撃った時、うんうん、空砲やった場合はもう一回自分が撃てます。まあというわけで僕のターンが回ってきたんで、まあ、とりあえずピラニさん撃ってみますね。え、ちょっと待って、俺のターン。トシゾウさんの話聞いてた？今空砲やった、空砲。ということは3分の2が実弾で、今一発の空砲やった。あ、じゃあ実弾しか出へんの？実弾しか出へん。なんで俺ばっかりなん。じゃあさ、もともと俺のターンで。今ピラニさん、今ピラニさん。でも、そっか、今か課長のターンで好きなやつ打てるわけ。好きなやつ打てる。なるほど。だから、もともと俺のターンで、その説明するまで、またターン俺まで戻ってくるように、としおさんが言ってくれたのに、なんでやねん。なんでやねん。え、これ、すごいな、5分の4実弾っすよ。マジか。まあ、ね、これ、頭の上に出てる、多分この3つのやつが体力ですよね。体力、はいはいはい、5分の4で、まあ、ほぼじゃあ打てるってことで、まあ、ほぼ溜まってますよね。課長と俺が体力2なんやったら、まあじゃあ、とわこさんか藤君やな。まあ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 、鳴らし、鳴らし、鳴らし、これ。
やこれでも絶対回ってくる。いやでもこれはでも普通に普通にじゃあトワゴさん打つわ。ああま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 あそうです、まあまあまあそうですよね。うんうんうん、でまあ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 そうです。怖い怖いもう。もうニーヤン型もう。ニーヤン型。まあまあまあ。今それ三分の一は空砲でしょ。うん、いや、そうだね、5分の4で、3分の2かな、だから、まだ空砲で3分の、あ、そうか、3分の2が、空砲は一発で空砲は出てないから、そうだね、3分の2。ちょっとおはじき置いとかの分からへんようになるわ。いやー、これはでも、うちしかない、うん、これ、しゃべってると、これ、しゃべ、これ、空砲引いたやつが終わる。そうだな。え、でも、2分の1ですよ、もう次。ピラノさん無効の時は自分に向けて打たな打てればいいし、はいはい、実弾やったら人に向けて打てばいいっていう、まあ、言うたらシンプルにそういうこと。そう、なるほどなるほど。ただあの数が減ってきてしまった関係上、今ピラノさんこの残り2分の1、これだから ライフなくなったらあれ、まあ、でも今2分の1 で実弾が続いてたからこんなに続くわけないから、まず空砲を自分に打つ。おおおお、ピラノさんトシゾウさんはこれ絶対空砲やから自分に向かって打てばいいってことで、これは俺は自分に向けて打てばいい。課長見てる、天国の課長、真の友達になれたかな俺。いやちょっといなくなった人友達じゃないから。おい、何やねん。じゃあなんでやらされてんねん。いやでもどうしよう、次3分、あれ2分の1か、ここゲームは あれ来ないかね。ね、アイテムあります、特殊あるんですけど、多分後で来るんかな、ちょっと何ラウンドか回らないとでないっぽいね。俺は2分の1やからこれまた自分打つわ。おお、マジでやるね。怖い怖い怖い。これで5分の3になったってことですよね。まあ、そうね。3-2です。あ、じゃあ6分の3やったんか。だから5分の2になったのか。実は5分の2やから、これは空砲ですよ。さすがに。おい。で、4分の2、また2分の1になったから。まあ、これは2-2ですね、ということで、すいません。おおギャギャマジかマジか。じゃあ3分の2でしょ。3分の2当たる、トラコ聞くまでだやんばそうやったの。ちょっと待って、せめて死ぬ時に言ってよそれ。3分の2やったやつから2分の1ですね、だからでまた2分の1か。今度こそ大丈夫です。あれなんかさ、人落ちとき俺だけなんか悪態ついてるの。出るなやっぱ。これは空砲。怖い、もう怖い怖い怖い、死者死者めっちゃ怖い。怖い。というわけで、じゃあはい、これは空砲ということで。あ、じゃあタイマーだ、ね、はい、3、3ですね。おお、いやこれが難しい。6分の3、うんうん、まあ確率的には2分の1、うん、かなり有利よ。でここは有利か、ライフ2個は勝利。今そう、うんうん、あ、そうかそうか、うん、ここは僕自分に向けて打つわけじゃいかないんですよね。仮に空砲引いたとしても別にあの確率が高くなるだけで、ね、打つしかないんですよね。オッケーオッケーオッケー。あー、いい痛みだ。うわ怖い。もう怖い、この世界めっちゃ怖い。ロシアフルと一緒にやりたくないタイプで、今空砲3発で実弾2発で自分に引いた方が絶対確率高いんだけども、5分の2これで実弾だった時にもうあっけなさすぎるから、うん、打つじゃないんだよな、うん、おーおー、いくか、おお4分の2。でも分かんない、でも分かんない、この4分の、うん、この4分の2をここで俺は当てる。自分に自分にみんな自殺してるやん。来た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 。この手元にあるカードみたいなやつですね、これを使うことに、うん、あのこれ富士山カーソル合わせたら出てます、説明文。うん、出るわ出るわ。あ、自分のターンしか出へんねや。自分のターンしか出へんね。うん、なるほど。なるほどね。うん、それはじゃあみんな来てるカード一緒かな、一緒っぽいかな。矢印のカード、上矢印とドクロ。そうそうそう、上矢印は次の一発を空に向けて撃つ。ほう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 。あ、だから誰にも当てないってことかな。課長に言ったわ。あ、ね、あ、いや、カード違いますね。あ、違う。カード違うね。うん、違う。あ、じゃあ、ピラノさんのカード知りたい。課長、ドクロが次の弾丸を 100% 致命的にする。なんで使った使った使った。で、これ、うちはもうそれ、絶対に当たる。絶対に弾が出るっていう。あ、そうなんや。え、めっちゃ強いやん。え、
当てたくねえ、当てたくねえ。でもピラノさんも使ったから打った方がいいよ。うんうん、打った方がいい、打った方がいい。あ、一番俺自分に向かって打っていいよ。もうね、もう俺その選択肢が一番今取りたいんだけど、今一番やったら。で、誰か消去法で誰を選ぶ。あ、もう遅いからどうなの、まだ聞いてんのかな、課長のやつ。いや、確かに、いや、さすがに弾移ったらもう消えるんじゃないですかかな。俺はね、ね、バケツがある。次の実弾の打ちをブロックするやって。まあ一応使ってみるか。へぇ、あ、じゃあ、おーガードできるんや、強っ。そ、これ俺、みんなの視点から見て、バケツかぶってる。バケツかぶってる。あ、そうなんや。さっき買ってたのが藤君やから、藤君に向かって打つか。あー、やっぱそうなるか。そもそも何でしたっけ ?7 分の?43 だったかな、確か。43やったと思う。43か。だから今42だ。あ、そっちだったっけ ?42 か、あ、6分の2か。になるほど、もう確か。そっちか、俺、割合忘れた、どっちがどっちか。じゃあ、まあ、次空砲っすよ。えい。おー。で、これで3人、そう、5分の2か。まだ。で、トーポンタン、うん。まだじゃないか。だからこれは自分に向けて打つ理由があんまりないので、うん、まあ、なんか打ちやすいから正面にいる。ピアノさんしとこう4分の2、まあ、出えへんの分かってたからもう4分の2この矢印マークのさ次の一発を空に向けて打つってどういうこと？誰にも打たないってことじゃない？自分にも打たないし、うん、薬室の一発を消費するってことでしょ。はあ、バックショットルーレットでいうあのビールみたいなやつじゃないかな。うんうんうん、ああ、そういうことか。一発捨てるって。ごめんな課長、置いてきぼりにして捨てるわ。22、あ、でも実は出た。え、21、え、3分の1じゃあ、あと1発、え、あと1発しかないの。4分じゃあ、で、また俺のターンだから。あ、自分なら来るんや。うん、まあ、今のアイテムで撃った。じゃあ自分に行くわ。いた。怖いよ。じゃあ残り全部空発や、これ。空だ。アイテム使わん限り。ほう、じゃあこれ全部自分に打っていい、これ。あれ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 も逆やったってこと？ごめん、計算を間違ってた。あ、おか、もしくはピラノさんが使ったアイテムが効いてた。あ、そっか、復活し、自分のターンに復活してた説なので、ね、あの空発やったやつが実弾に変わってた。ピラノさんがアイテムを使ったことによって。ってことはこれは実、あ、ちょっと、え、もう分かんない。え、じゃあちょっと俺、タオカさんに打ってみるわ。じゃあ空発しかない。空発。もう残り全部、ね、ちょっと待って、俺めちゃくちゃアホやん、さっきの念能力者やったら。アイテム増えた。あ、増えましたね。で、俺なんか治療アイテムみたいなの来ました。うわ、いいな。これ人のアイテム見えへんな、角度的に。そうだね、はいはいはい、見えたらいいのに。これね、ちょっと、僕アイテム使います。次の一発を空へ。あ、じゃあ、あと空発なんで自分に向かって打ちます。あ、空砲、はいはい、なるほど、ね、うん、一人で楽しんでるやん。で、6分の4、6分の4、いや、あのね、もう一発歳三さんに向かって打ちたいんですよ。歳三さんだけあのバケツかぶってるからね。そう、完全一発防げる状態からこれ外さないと。だから4分の2でしょ。まあ、出るやろ。出るやろ。オッケーオッケーオッケー、よかった。バケツ強いな。いや、同じフィールドに立ってもらわないと。まあまあね、今って23か、23ね、うん、空砲2発、実弾3発ってことで、うん、まあ、はい、とりあえずトシさんに打とうかな。あ、いやー、よし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 。で、21でしょ。これがいいじゃないの。あ、そうか、22、あ、22か、22か、22か、2分の1か。まあまあ、じゃあ打っとくか、トシちゃん。はい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 、お、なるほどね。じゃあ3分の2ですよ。そうね、そっか、今のんでトワコさんに打たへんねんな、課長。いや、確かに、ま、ライフの差があるね。体力4残ってるやつを、ま、ああ、なるほど、まあ、なるほど、まあ、体力4とか関係ないっすよ。課長一回特回。うわー、おー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 、あれ、あと2発全部13。おかちょー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、まあこれ5分の1、ほぼ実弾54、
5分の4、だから、4-1、実弾の先にした方が分かりやすいかな、4-1。4-1ね。はい。ちょっと一回自分直します。あ、治療、そうか、治療案のね。そうか、そうか、そうか。アイテム増えすぎてる、使わんと。ね、使わないとね。うん。多分8枚までですよね、この感じ。なるほど。ちょっとじゃあ、落ちや、落としやすい人から落としてお、待ってくれよ。この一瞬するまでの間にちゃんと回復しないとやばいんだ。おあ、なるほどね。とりあえずバケツかぶるわ。ああ、バケツだ。で、ま、アイテム使わなしゃもったいないな。まあ、もう名前も使えるの。あ、名前も使えるのこれ、うん。次の一発を必ず実弾にする。うえ、ん、え。あら、誰を見るの。うん。いや、まあ、これはトワコさんでしょ。まあまあまあ、でもそっか。まあまあ、でもそうやな。これでも。課長はいつでもいける説ある。これでも。これを使って次の弾を実弾にした場合、それが実弾やったのか空砲やったのかわからない問題発生しません。確かに確かに。これによっても残りの計算できなくなった。そうやな。いや、そうなのよ。というわけで一旦治療します。あー、いいなぁ。治療した上で持ってないねんな。まあ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 、ちょっとすいません。実弾にするやつやん、それ。すいません。いや、いや違います、違います。いや、違います。いや、まあ、トイメンで銃口突きつけられまくってんねんけど。まあまあ、でも体力的にそうでしょ。あ、でも、タッソさんか、今、バケツかぶってるし。癒し失礼します。お、癒し。はい。ダブル癒し失礼します。うわ、それいいな。いや、俺、そういうの、俺、癒しないんよな。いや、これ、他人のカード見たい。はい、うん、弾丸 100% にして、まあ、トシちゃん、それ、まあ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 、なるほど、なるほど、まあな。向かいの人のカード見えへんねんな、俺。私、バケツかぶります。ああ、で、ちょ弾丸、込めます。はい、はい、はい。これ、バケツと、バケツと体力回復って効果一緒やよな。まあ、そうはね。そうやな。なんか、分かれてるけど、結局のところ。行って友達じゃねえよお前なんて。いやまだトーコの方が打ってる。24ね。24。これはどうすっかな。まあ俺ドクロめっちゃあるんよね。ああ確かドクロ俺もハマるわこれ。そうで、でもこれ使ったらわからんようになっちゃうけど、まあでももう使わなしゃあないな。まあ空砲多いし今回。うん。でこれは藤君でしょ。そうそうなるか。うん。うん。そりゃね。うん。俺の可愛い俺の可愛いバケツに傷つけたから。許せねえわ。俺ちょっと同じアイテムめっちゃあるんで一回。おお。空に向けて撃ちます。もっかい撃ちます。おー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 おお。でもっかい撃ちます。おお。あかんねえ。よし。じゃああと二つか。いや、ああ残りが、まあ、俺が使ったやつがもともと実弾やったらもうゼロで、確実に実弾にした上で、あの俺ピアノさんしか打ってない。癒させてもらって、あでも結構もらってきてるな。強えな癒しかな。まあ 100% にしてからの、あまあトシチャンスはな。おこれこれ癒しと3位どころなの。本当だよ、ね、それもらえるかどうかだよ俺。うん、何度でも蘇るから。うわ、だから政治力が大事やなこれ。4-1ですよ。あれ俺今バケツなくなってんのか。バケツない、なるほど、じゃあかぶりましょう。何あいつ。うわ、一応それによって体力一番多いのピラニアさんになるから。そうやな、これは狙われますよ。狙われる。だからもうほんま政治のゲームやこれ。あシビライゼーションやで。そっか、なんか友達を作るゲームなんか、ちゃんと。なるほど。で僕は公平にいきます。あのライフを鳴らしていきましょう。おいおいおい。じゃあ残った3人全員ピランさんを撃つことになるけど。あそっか、鳴らす理論で言うと鳴らすな。これはまあ実弾にして、おお、まあまあ鳴ら、え、ちょっとね。あ、やばい、バケツかぶり損ねた。課長打つ。ああ、はいはい。あ、はいはい。かわいいバケツが。まずありがとう。課長打つ。無言。無言で当たり前のように。なんかもういいんだけど流れで打つ。うわー、痛いの。もういいんだけどね。これ。ああ、一二けど、アイテムのせいであんまりカウントする意味ないっすねこれ。そうね。
じゃあ、実弾にしてこれ使ったんですね、ほんまにあれこのゲーム全然違くねえか汗ぞあーもう選ばれへんなもう全然頭使ってないもんごめんねなるほどなるほどそういうことねやっときた癒しお癒しでバケツうわうわ硬いうわ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 で何分やったっけ3発しか込められてなかったよねそう1回打つウィングスはあおお12やったかなだから残り1発ですねあじゃあ実弾なんじゃないのオッケーオッケーオッケー実弾あそっかそっかあうわこれどっちやろうなあいやさっきのは違うかあれ使ったっけ課長ドクロ実弾使った、うん、俺はドクロ使ったよあそじゃあ分からんそれが分からんそうそれが実弾やったか空砲やったか分からんからそうかそうかえ、まあ、でも一回通したん空砲撃ったんじゃないの空砲やけどあの、うん、ラスト1の空砲部分を実弾に変えたのか実弾のとこで実弾使ったのかが分からんからうんはあじゃあまあ俺ドクロあるから使うわこれなあ課長落としちゃうか鳴らすか俺なんかすぐ落とせるよこれね。ちょっとちょっと時間ないですよ。トラップさん癒しが見えたわ。おバレたか。あ一四、ね、だ。くそ見られた。これは実弾に違いがあるな。ギリギリ見えるな。あの一個隣のバケツも被る。うわー強い。さらにまあ一応実弾にしといて。でまあ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 鳴らし理論ね鳴らし理論ね自分もはい化け発生しますあーかぶってめっちゃかぶってちょっとこれ消費したいからちょっと空砲かわかんないけど上にあーもうこれも思ったかこれもう全部あと空砲だよなきっと一応なったもんね確かあーなるほど俺見てなかったわもうちょっとこれも上にやってどうせドクロ使うんだろうと思ったからうんじゃあ使うわなるほど買って通したんだなおなんでそうなの、まあ、そうなんやあそうタップも結構いってんのかへえちょっとじゃあ俺もカードやったカード引きたいので空砲じゃない空に向けるを2つ使い、はいはいはい、41これはほぼほぼこれちょっとじゃあもう一回空砲やったらあ実弾か、じゃあ残り全部空砲、まあ、いや逆あ壊しておきましょうお願いしますやめてよ大事なバケツをバケツでいいんやな柔軟的なねちょっと待ってなまだ空砲一発あるよねあるあるよね、うん、俺マジでアイテムがめっちゃあるちょっとそう使いたいんだよなうんうんちょっと打ちまくるわ上にほう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 。うん。あれ？あ、でもあの空砲を俺は実弾にしたかもしれへん。そうなんだよ。うん。おお出る。あ、終わった。お、四二周した。四二。うん。さてさて。俺か。おお落ち着く。ああ。四二。バケツ。バケツ。バケツかこれまで、うん、あの空に打ちまくりゃ。俺これマジでドクロだらけでも ドクロ使った時点でもう読み合いなくなるけどまあもうまあ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 手札ゲーとりあえずこのバケツをはい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 死なんな誰もすいませんねうわ持ってたのにすみませんねうわマジで見てなかった間違えたなあでもこれあんま回復するとヘイト買うからな全員からそうなマジ政治のゲームやないやでもこれちょっと待ってよ誰打つのが正解やこれまあ俺とかしようか自費いや自費だから全員一緒なんよ体力なるほど俺から見るとだから真面目に考えたら落とせるやつから落としていきつつ最後の一騎打ちになった時に勝てるようなカードを手元に残しとくっていうまあまあまあそうっすねまあそうなるのかあの、まあ、打ちやすくてうわつえわーわわわわわコア富士がつえプッシュが上打っといてあ、うん、こうかあれ何発終わったっけもう数えたんや、うん、じゃあ帰ればいいか
そうそう、もう数える必要がない、ね、ないから、ドクロゲーやで。こうはトワコ剥がしたな、さすがに、さすがにそうね、まあ、まあまあね、有利すぎるわ、うんうん、癒す、癒してるね。空に向けるで、もう一発空に向け、あ、これでカード引ける、はいはい、1、2、あ、来ない時もあるのか、あ、来た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 、あ、まあちょっともう一回空に向けるで、あ、でも課長癒し持ってないか、使わんってことは1、1、あ、そういうことなのか、バレんのか、これどうしよう、と、いや、これとしちゃうんじゃないな、ジーフさんかトワコンやな、ちょっとちょっとじゃあ、まあ、あの、ヘイトを鳴らしていくか。何その理論、因果を応募、因果を応募。あれ、今、ドクロ使った使った。あ、俺も分かんない。手札、ドクロだらけやから。いや、もういいじゃないですか、使ってって。うん、そうやな。終わるかな、これ。うん、これでも終わるのかな、終わるんかな、まあ、一応体力減っててますけどね、全員4ずつ始まってるから、鳴らし理論でいこう、鳴らし理論、うん、あ、いや、また俺全員体力一緒の状態で回ってきた。さて、いや、いや、そう、それが危なかったんだよ。さてさて、見た目の体力じゃないな、これ。いや、そうですね、カードも見ていかんと、うん、やっぱ顔出してないのちょっと嫌やな。友達が集まってんのに。誰が言うてんの。上に打っといて、もう一個打っといて、これ残弾数だけは覚えてたがいいな、意味あるそれ。まあカード引くタイミングに関わってくるから、もうとりあえずそれ取れよ。ああ嫌やな、こういうことで回ってくるやろ。でもまあまあ今んとこ、うん、ちょっとでもこれだから、ね、狙われそう、集中攻撃されたら終わっちゃうでね、みんなな、これピロンさん、これ敏夫さんとどめさせますけどね、確かにいけんのかも、これ俺の目を見てくれ。あ、俺メガネで見えへんな。どういうことメガネで見えズワン、あ、俺かい。やばい、トシャ許して、トシャ許して。許してって、なんかおもろいこと言うてみろや。あ、全部いける力者。お気に召したら命は助かる。あ、うん、あ、びっくりした。うーああ、そしてはいはい、22ね、22、オッケーオッケー、よし、じゃあバケツをかぶって、うわ、無数のドクロがあるんやけれども、はい、うん、あの、ここ人を仕留めるときにさ 100% ってのはちょっとフェアじゃないよね。わかるわかる。あ、なるほど。俺もそれを考えてた。なるほどね、なるほど、うん、なので2分の1で俺は藤君に銃口を向けるわ。あ、OK、それでいい、それは、それは受けたっす、うん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 、これなら文句あるめ、よし来い、死ねー、すげえ。今やっとやっとあのロシアンルーレットやった、これ実情です。おなバカめ、これ違うんだろうが、さっき決まったルールを流れ秒で破った、秒でルール破った、甘いやつらだぜ。でもそのヘイトを買ってもいいという判断をしたわけよ今。こりゃカモだぜこいつら。その面見してみろよ。なんで黙ってたん。44、うん、いや、実際問題ね、はいはいはい、富士山はカード7枚持ってるから結構落としとかんと怖かったんよね。ここでまためっちゃ回復される可能性もあるし、あの回復なんか1万なかったよ。それ言うてくれてたらな。先聞きたかったな。そうやな、よいしょ、痛い。あれ、でもここでどんだけ回復と防御されるかよな。うん、まあもう俺はもうドクロ使いますけど。まあもうこれはもうドクロ使ったということは、あ、じゃあ倒すか、そう、回復はないんですよね。倒すか、課長、まず私は傷を癒す、うわー、そして強え、実弾を込める、うわー、そして足持ってるか、そして
そのゾロは拝む。なんで俺それおかしい。なんで俺面白くしようとするなよ。なんで俺やねん。ロシアンルーレットやってくれ。まったくおめえはよ、ロシアンルーレットもうもうこの何薬莢に入ってる玉の割合なんか分かってないぞ。確かに俺も数ってないわ。とりあえずまあバケツは被るけれどもや。取られたらすぐ被る。じゃあまあじゃあ手札にドクロあるけどこれなしで打つわ。おっこいい、うん、いいね。今度こそ死ねえ。さあ来い。いいね。よっしゃい。なるほど、決めようぜ。なんてこった。ちょっと一回じゃあ薬莢リセットしようぜ。確かにな、うん、お結局1対1のロシアンルーレットに落ち着くということね。、うん、あれわかんねえな、もう空に向かって撃てねえな。なるほど。とまあじゃあまあまあカード持ってんな。よし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 。ただ体力差すごいからな。いやそうですね。2、まあ実質2でしょ今トシちゃん、うん、まあそうね、うん、そう実質2で。いやトシさんがまあカードがあるかどうかですよね、回復の。うんうん。じゃあとりあえずじゃあ薬莢の玉抜くか。おお、そうね。一旦一旦。うん。はいはいはい。左左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 打ちます。課長三三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 一歩リードよ。三三三三三三課長の課長は何や。あー持ってたか。いや三三三三あー一回空に向けて打つ。おーナイス。三二なるほど、三二三二オッケー。じゃあこれで打ちます。どうしよう。はいはいはい、そうね。でよっしゃよっしゃよっしゃ。これはこれは当たる、これは当たる。おらじゃああと全部実弾ってことで。ピロンさん2回打てるやん。じゃあターン的に、うんうん、え残り3発やからピロンさんから始まってるから。課長、俺課長になるから。そっかそっか、いい、ね、なるほど。はい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 、うん、なるほどね。うん、うん、ちょっと寒いな。トシさんバケツめっちゃない。ほんまや。うち実家がホームセンターやねん。やっとってやっとってやっとってバケツばっかあんのか。あの数ある品揃えの中で。なるほどなるほど。うん、44ね。44。あでもここで来て体力並びましたね。はい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 。で、ドクロはなしやから44か。44これ1回上打つか。なるほどなるほど。あ、いいね。はい43。ちょっと確率上がりました。回復もバケツもないなこれ、ま、そう見える？えっと思ってんねんけど。なるほどね。うん、まあ一回打ちますか。おいやー、三三三三、一回空に向けて打ちます。課長、二三、二三、大丈夫か？実弾減ってるぞ課長。二三、一回ちょっと自分に向けて打ちます。はい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 。おお、待って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 、これがしびれるよな。二まあ確率二分の一やったらトシちゃんに向けて。その2分の1を超えない勝ち。その2分の1を超えたところに勝ちがあったのに課長。3人ですね。うん、全くバカな野郎だ。3人？あ、違う、3分の2です。3分の2ね。そうだ、2、1です。空砲1ね。そう。課長、絶望してみるか。え？何くそはい、どっちだこれ、どっちだ。あれはどうやるんだ俺は。残り2分の1か、うん、ここでこうよ。おお。
しびれる。あばよ課長。アディオス。それやったんや。それやったんや。いいね、はあ、まあこれはとじとうさんの勝ちかな。いやー、これはもう納得だわ。はい、いやじゃあ以上、あの友達同士でロシアンルーレットはやめよう。やめよう。これは嫌なゲームだよこれは。ゲームって全然違うわ。全然違った。俺結果は大丈夫や。これはめっちゃ心すり減るわ。俺結果的にアイテム使って確実に富士山を消しただけの人になっちゃったからね。秒でルール破ってね。俺そんなルールに同意した覚えはねえな。